ヘイヨーキャンツマッシュです。今日も伺ってるんですけども、皆さん現在4体のチャンピオンの中で一人だけすごい勢いで活躍してるやつ誰でしょうか。それがこちら、全チャンピオンに次ぐ道を開けろ言ってるの、このマイティリがですね、もう遅えよ時代って言ってますわ。はい、といったところで、みんな大好きコムドットですね。はい、といったところで、デッキがですね、すごい多いんですよ。この 2.9 個かつ、ラバですね。ラバマイティ、そしてロイジャイ。んで、このスケルトンラッシュフリーズ、2.6 ウォールブレーカーといったところであって、まあ、一個ずつ紹介できたらいいんですけども、まあ、結構それぞれ癖のあるデッキなんですよ。で、俺昨日ね、これをね、こう一個ずつ使う動画を撮ってたら、すんごいほどトロフィー下がって、7200まで下がったんですよ。で、そっから1時間ぐらいで、このデッキでガゴンって戻って、やっぱこれマジで強いんですよ。で、使ってると本当にマイティのいいところがあって、このデッキ何回目やねん、ケンツと思うかもしんないけど、これマイティのね、良さを見てほしい。ということでいきましょう。まあ、っていうのと、まあ、やっぱトラゲはね、デッキを定めていく必要があるので、結構ゴレで、ゴレじゃねえわ。マイティスケフリでやっていこうかなっていったところでありますね、現状。結構強いからな、ほんとデッキが。さあ、待ってもいいし、攻めてもいいんだけど、割と結構、ヤンキーなフリーズをかける、デッキですね。もう右残りマイティにバゴーンって入れて、トゥルルルルってやるみたいな感じですね。さあ、待って、こうやって呪文使ってくれると結構美味しいですね。あー、三重詩っぽいな。今マジで三重詩多すぎてやばい。はい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 。あ、美味しい。これ、突っ込みましょう。1個上ですね。はい。フリーズは、かけましょう。 OK、 そいつさえ溶かせれば、あースケブは使うので大砲で受けます。うん、相手もいいロリババですね。相手が、まあ、結構スケブがしんどいはずなんですよ。マジアチャだったり、トルネだったりとかなんで、まあ、ドリグジンギであることを考えると、まあ、ボンバーも大事に使っていきたい。これインドラだけで許容でもいいね。さあ、しっかりとマイティも残して、ぶちかましていきたいところ。これ、あえて走ってもらって、でもいいね。それでも、こう、後ろから出す価値があるよね。OK。矢の雨使う。エレキかな？おー、なるほど。うわ、うめえ。ただ、そいつを信じて、守れる。いやー、ただ、痛えな、ロリババが。痛いですね、非常に。ただ、一発で逆転できるのが、このデッキのいいところ。大砲使って、スケブンまで行きましょう。これ、こっちですね。で、ボンバーまで行きます。ここでフリーズ。これがマジで強いんよね。これが OK でへし折って、あと守るだけですよと。まあ大砲これ寄らねえな。はい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 。まあこれでボンバーで、まあ守りつついければもう御の字でございます。あとはもう適当にここに出しつつ、体力高いんだね、こいつは。はい。ボガーンってして、まあ、突進入っても GG といったところですね。うん。いい。これはいいですね。このマイティの体力の高さと、まあ、攻め込む。まあ、インドラが行くことによって、そのインドラとマイティどっちかにそのエレキ使うよねっていったところが、結構熱いデッキでございます。え、これマジで、本当に俺、ずっと言ってるけど、楽しいデッキが大好きなんですよ。勝つデッキがもちろん楽しいのもあるんですけど、その勝ち方にも、楽しさが結構、種類で違うと思うんですよ。クロスで引きこもって、呪文削ぎするのが楽しいって人もいれば、バレルの位置をずらしたりして、決めるのが楽しいとかね。こう、あるじゃないですか。その、形一発組んでドカンっていくとか、もうスパーキーでサンクラとかね。こうあるんですけど、スケルトンラッシュフリーズ。なおかつマイティの横移動もついてるっていうのがめっちゃ楽しいんですよ。
フリーズ1個で戦況変えるっていうデッキなんで、かなりね、使ってて楽しい。これちょっと待ってね、小型呪文使わせてから攻める方が、強い説がちょっとあるな。これクロスかな。クロスだとしたらちょっと、違うね。まあ、とりあえず、ちょっと、爆弾当たるようにしてから、これで処理してあげて、まあ、大砲出しときましょうか。迫撃スケラかなこれ、メンツ的に。うわ。結構やばいね、それ。こいつまで出して守ります。全力防衛いいよ。で、アーチャーとかがこれ。フリーズワンチャンあるな。ここはマイティで受けてスケラ打って、ちょっと潜ればいけそう。さあこうですね。まあスケラ逆の方が良かったかもしんないけど、リーズ打ちて打ちましょう。これがね体力残ってるし結構削る。 OK ファイボス化して、これは御の字。ボンバー出します。 OK 無視していきましょう。アーチャーがいるんでアーチャーに穴目。あーやべ、やっちまった。うわガチでやった。うわ待って、あでも入ってる。うわーやっちゃった。痛え。いやーまあまあまあスケフリだからまだマジでなんとかなる。マイティが強い。まあ、大砲出す。で、まあ、ロイジェイは、大丈夫だから、まあ、ファイボもあるでしょ、相手。まあ、多分、ロイジェイとか出したいんだろうと思うけど、これで守りつつ、OK。行くしかねえんだよな。うわあ、痛いなー、これ。これ、守った方がいいな。まあ、ファイボつかないと無理なんだ、相手は。鬼の許容からの。はい。OK。相手も起動してきた。これ守りです。守りだけいきましょう。はい。OK。さあ、チャンスですね。OK。さあ、これはしっかりとフリーズぶっこんであげて、なんなら、ここだ。パキーン。ちょっとやれ、ちょっとやれ、爆発だ、いけ、オッケー、たばけ、はい、フリーズのダメージ48だっけ、多分落ちる、パキン、オッケー、ジジー、いやいいですねこれ、あー気持ちいい、あぶね、キング起動したけど勝てますといったところですね。さあ5200、7500、で俺は何を言って5200って言ったんだろう。夏バテか？さては俺。いや、マジで時代作ってんな、マイティ。だね、このデッキ作ったね、プレイヤーが凄すぎるよなって、俺正直ちょっと思いますね。なんか、すごい発想だね。マイティとインドラってさ、言うたら、お互いがその似たようなカードなわけじゃん。フリーズ、ちょっと残った時にフリーズ打ち込むと大ダメージ与えるっていうカード性質で、その2枚だけじゃないですか。まあ、インフェルノタワーもそうだけど、ユニットだとその2つなんだけど、言うなれば、なんちゅんだろうな。ああいう、どんどんダメージが経過していく、インフェルノ系、インフェルノ枯渇デッキみたいな感じかな。名前。インフェルノ枯渇。なんかいい名前あるかな。もう1枚その似たようなカードできたら、結構やばいと思うな。
さあ、これは待ちましょうか。結構待った方が遊戯説も、否めんですね、これは。ザップコウモリ。スパーキーか。基本的にはマジで守りさえすれば攻めのチャンスはマジ何回も来る。当たり前のこと言ってるように思えるんですけど、その守るってのが結構ね、大変だったりする。その、全部カード使って守ると、今度攻めれないし、かといって、適当にやると、結構フリーズかけた割には持ってかれるみたいになっちゃうんで。これはステイだな。ダクプリ、コウモリ、ザップってことは、一応ゴブジャイ PP がある、ジャイ、まあ、ジャイスキャラか、スパーキーのどっちかだな。これ、コウモリの他にガゴムレだったらもう脳がジグジグですね、これ。いやー、どうしよっかな。なるほどね、ネクロか。やばそうだな、これ。やべ。俺、これ、終わったか。ザップ打たれるか。あー、まあ、ダクプリがやばいぐらいか、この後の。あっぶね。で、矢の雨でスケブファホーンって飛んだの苦しいな。待てよ。相手これ、レイジだ。ダクプリ、ネクロの、レイジザップだ、これ。レイジデッキで最低。これ、これ出しといて、ジャイが来たら、結構、頑張んないといけない。フリーズ打ちます。これで多分相手も攻めがないからフリーズなんですよね。これ待ってスケフリぶっ込めば勝ちです。ただそれがすごい難しいんだよね。うわどうしよう。矢の雨使う。いやー潜るな。こうだね。ザップ打たれる。いやーそうだよな。まあ爆破で。うわーやべ、どっかで攻めねえとやばいなこれ。一回で攻めるの。オッケー、そいつは仕留めた。オッケー、これでいきましょう。はい。オッケー、結構ダメージ入った。で、この後守れるかどうかだね。さあ食らいやがれこの野郎。こいつを突破するのがまず大事で。オッケー。リズ。待ってザップがあるか。やばい。あーやばい。あー下手くそ。あー待って。あー待って、これ矢の雨ザッパー。ちょっと待った、これは。うーわ最悪だこれ。あー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 もう最悪だ。あーもうこれ一番頭の負け方した。じゃあ相手の敵やばいよ俺。これマジでクソ。これでも絶対勝てたなー。あーもうフリーズザッパー。あーこれ違うな。これ今学んだんですけど、フリーズってからスケブとマイティやって、
あの時点で積んでたんですよね、防衛フリーズ打った時点で。マイティ出して、ザップ打たせてフリーズで守れるんで、あーくそ。ゴリ押しに負けた、マジで。うわ、バカ悔しい。まあ、ちょっと切り替えますか。これ切り替えねえと、地獄見るぞ、こっから。あー、マジで、クラロワってこういう負け方した後のこの、いかに冷静になるかよな。あー、落ち着け。落ち着くんだ、詰めし。スケブ出したいけど、我慢するか、これ。ナンドクラッシュってなんか当たったことあんな、なんか奇妙なジャイスキャラだった気する。スケブあんま出さん方がいいか、これは。いや、でも行くか。スケキンね、嫌な感じがするよな。いやー、これの時点だわ、わかんねえ。スケラか。あー、スケラっぽいね。まあ、これが結構強い。使うな。間に合ってくか。ずっとハミハミしてるやつ痛い。ライトニングってことは、あれだな。ゴレだ。スキキンゴレか。ダクネのやつ。防衛から入った方が絶対勝てそうだけど。どうしようか。スケブ出して。ゴレ来てもまあ美味しい。はいはいはい。わあ、結構生きてえな、これ。こうだ。で、避けます。フィーズ。矢の雨で、このスキキンを守れる。オッケーオッケー。結構ダメージ出てんな。ここは絶対勝ちて。いや、墓石強いんだよな、裏浮きの。これしっかり攻めるべきか。やばそう。まあライトニングだよね。フリーズでスケキンのスキルが発動できなくして、いやーできるんか、それできるの嫌だな。ちょっと スキルも使えねえ。いや、相手の立ち回りがいやらしいな。はい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 。これで守れる。よいしょよいしょよいしょ。そのスケキンのスキルもおいしい。これ右だな、すべてを。と見せかけて、右だ。うわー、待って、下手くそか、これ。いやー、やられたなー。いやー、結構いい立ち回りされちゃったな、これ。うーわ、どうしよう、今の。ゴレ出さない立ち回り、うまくね？うわ、チャンス何回もあったけど、俺、これマジか、俺、このデッキ初めて負けたけど。何がダメなの？もっと攻めるべきだったが、ちょっと守りしすぎた。
うわー、ちょっと課題だな。次当たった時気をつけよう。いや、とはいえ右側バー攻めてスケキンとベビドラ残って墓石だる。スケラフリーズ意外と刺さんなかったな。もっとねゴレとかバーン出してくれて1本でも折れるといい感じに 2-1 で勝てるんだけど、意外とでも噛み合い性臭いけどなゴレは。ただ全部ライトニングに弱いからっていう弱点もあるかもしんねえな。やべ、俺は何をしてんだこの大砲。ホグだったらどうするんやって話になるぞ。はいはいはい、さあこれは相手スケルあれかな、30しかな。いやこれはバルーンか。相手集中していくか。トータル結構あれか、トントンぐらい今勝率。これでしっかりと巻き返したいけど、インドラキルとバルーンが出し放題か。なるほどね、ランバーバルーンか。いやなるほどねっていう、もうあの次元じゃないんだけどこれ。